ちゃくちゃ熱いよこれ。結構キャンパーおるな。めっちゃ増水してる。あ、同じテントだ。よかった。あとクマさんが出ないから。ジェンバリンチャンネル。よし、じゃあ。一応何も言わずにやってもらって、ヤバそうやったらイエローカードで2枚で退場。退場。ちなみにこれは弟のテントで借りてきました。予習何回したんだっけ？2回。ん？2回。2回。キャンプ場にこのテント立ててる人がもう一組ありました。でも今日これ2人で寝れるのかっていう問題もあるけど、ね、寝れかったら外、あ、はい、松崎さん、すごいね、やっぱり綺麗に畳んでやりますね、さすが弟。これさ、そのやつ、さあどうでしょう。見てたやつと色が違うな。え、見てたやつ色違った、色が違うで、なんか変だった、なんか、文字がついてるところを、ないじゃん、文字がついてるところを正面にするって。ないけど、あった、あった、あった、文字がついてる。ちょっとビビビビ座っちゃいけませんね。座っちゃいけませんね。今のところ進み具合はどうですか。さあ、これステップ2だよ。何これステップ2なの。ステップ2とかもあった。ちょっとちょっとそれ気をつけてください。それこれはあるあるですか。はい、まずバッテリーして、ここでどうすんだったかな。これか、あった、あった、1個、うん、大丈夫。いいや。本当に？大丈夫。おい。入った。入った。おお。イエーイ。で、はい、確か。はい。おお、設置。はい。ちょっと携帯どけて。お助け。てんてん、片方にしかつかんし、そうやな、そういうもん、そういうもん、そういうもんです。どっちにつけんの、あ、どっちにつけんの。本当は多分上の方がいいな。で、あ、でもいいよ、あ、そうそう、オッケーオッケー、よし、ナイス、形が見えてきましたね。おお、できた、いい感じですね。これでしょ。
よっしゃ、見えてきたぞ。来たね。設置位置を決め、はい、風上から順番にペグで固定します。そっちが正面になるで、できればこっち側に来てほしいかな。そうそう、が出てきた。ほめ気をつけてよ。踏んづけて倒れ。あ、ペグか。それ踏んで転んだら ビリーって回ったら、俺がビリーって言ったらもう弟に1万2000円や。今の何？まっすぐやった。ジェンバリンチャンネル。いや、疲れた。よいしょ。それじゃあ第2回イギヤマフォレストキャンプ場で乾杯。乾杯。あんま。あ、うまい。あ、うまい。巨大プリンを見せてください。じゃあ、ごめん、あ、これか。うまくひっくり返るかはわからん。でっか。食べれるかな。せーの。完成。おあ、意外と浅い。思ったより浅い。え、うまそう。でもで、これにちょっと見た目があれだね、ちょっと汚いのが。え、スーパーカップ何ドーンっていけるの、うん、ドーンのせ、うん、すごいなこれ。ちょっと取った、綺麗にせよ。取った、はい、想像以上に美味しそう。形ちゃんと整っとるし。スプーンもう一個使ったの。いいの、私たち。うん。いいんじゃない？上出来。うん？上出来。まあまあ。まあまあ。厳しい。うまいよ。いい？うん。固めや、本当に。前回より固めや。うん。近づいたんじゃないこれ、喫茶店プリン。カラメルがちょうどなんか苦くていい。もうちょっとさ、背の高いやつができる予定だったんだけど、思ったより低かったの。ケーキサイズ。クラッカーにクリームチーズ乗せてます。今から1時間バチェロレッテジャパン見ますと。上でガチャって。いい感じ。
かいい感じです。チェンバリンチャンネル。お好み焼き何を使ってお好み焼きでしょう。どん兵衛。ちょっと最後さあどん兵衛。はい、このまま食べても美味しいけどアレンジメニューということで、はい、ちょっとお好み焼きをね、これ何かで見たんですか。これはインスタで、インスタで調べました。調べて、まあでもなんか美味しそうだけどね、もう聞いただけで。では作ってみましょう、はい、簡単なんですかこれは。簡単。今回一応あのカップ麺アレンジ対決ということで、まあ、事前に何やるかは知っとるけど、ね、まあ、実際に作って食べてみて、まあ、どうなのかと。ちょっとこれね手洗ってきたで、さっき。はい、あ、まずどうするの。割ります。あ、揚げようね。全部。あ、全部。うん、でどういうこと。あ、麺も、あ、麺も割る。え、まあもしね、投票していただけるんだったらどっちが美味しそうかっていうのね、ぜひ投票してもらえるとね。え、これ勝った方は何、それ決めてなかったけど。勝った方が投票数が、うん、あ、じゃあ一定の期間決めて、もし投票してくれる人いて、投票数が多かったら、多かった方はスタバ。スタバ、あ、あそこにしよう、はい、あそこのカフェのランチ。あそこのカフェのランチね。ランチ、うん、でかランチ。じゃあ、うん、ケーキですね。あ、まあ、ケーキ、まあ、ケーキ、夜カフェでもいいし、まあ、まあ、夜カフェにしようか。じゃあ夜カフェってどういうこと。夜ご飯だろ。え、ケーキやろ。あ、ケーキ、うん、ケーキとドリンクをということで、うん、まあ一応でもお互いも評価してね、うん、でまずは先に梅ちゃんさんからのということで、もう調理で釣っておりますが、本来はね、だってお湯かけて待って食べておしまいっていう簡単なね、ちょっと手洗ってくる、カップ麺をちょっと抜けて、あえて調理するっていう、どこまで美味しくなれるかそこ大事よね。そしたら、はい、これに粉末を、はい、3分の2とお湯を入れる。あ、ほぼ全部入っちゃった。まあいいか。はい、で、お湯、お湯を入れます。お湯はどのくらい。ちょっと残るくらいでいい。150。はい、お湯入れました。軽く混ぜて。もう混ぜるの。うん、5分待ちます。どん兵衛は何が好きですかね。僕はちなみにオレンジのかき、オレンジ？かき揚げのやつ。あーの特盛り。え、特盛りとかあるの。あれ、あれ全部、なんか全コンビニ置いてるやつ全部大盛り、大盛りっていうか特盛りな気がするけど。あ、そうなんだ。で、最初ちょっと硬いままでもちょっと食べるし、やだ。でふやけたのも美味しいけど、あれ硬いのちょっと食べるの好き。じゃあ5分待ちます。どん兵衛食べますか、ちなみに。どん兵衛食べ、あのあれ、お蕎麦、年越し蕎麦で食べた。どん兵衛自体あんま食べたことないかも、逆に。はいはい、ということで、はい、あ、5分経ちましたか。まだまだだけど、うん、次の準備を。はい、次は何でしょう。卵を割ります。いいかな、これ使って。いいよ、メモリアルやつだけど、うん、いいの。あ、でも何それ、カップで全部完結するんだ。うん、あ、それはいいね。で、あと焼くだけ。あ、それはいいね。コスパも大事やからね。そうやね。これリピートあるかどうかって結構大事だね。これもう一回やって、うん、じゃあもう一回やるかっていう、うん、それ結構大事なポイントじゃない。だってこれ家にあるものでできる。あ、そうやね。そんなお金がかかってるんやね。これに卵と、はい、卵入りました。完全にお好み焼きだ。薄力粉、
でもお好み焼きをキャンプでやるってなったら、うん、これ簡単でいいのか。むしろまあ野菜入ってないけど、でも入れたらいいんじゃない別に。あ、ネギ入れます。あ、そうなんだ。はい、アレンジ効きそうじゃない。そうや、お肉とか入れてもいいしね。あ、なんかでももうなんか美味しそう。はい、ネギ入りました。いいね。ね、あのネギ坊主の食べたい。あ、でもあ、ネギ坊主ね、うん、ネギ坊主愛知県しかない。ネギ坊主はないと思うよ、愛知県しか。あ、そうなの、ね、ネギ坊主ぜひね、あの行ってください。愛知県にあります。のネギ坊主なんだっけ、あれ看板メニュー、円空焼き。円空焼き、これね、マジでふわふわでね、オーブンで使う。そうそう、焼いてオーブンで焼いて、だから作られた状態でもうくれね。うん、で鉄板で焼くとかタイプじゃないけど、あれマジで美味しいね、円空焼き。じゃあ、はい、マルチグリドルで焼きますか。焼きましょうか。全然ジューって言わない。あ、よかった。早かった。あれ早かった。あ、なんかでもうまそう。あ、でもそれなりの大きさになるね、そして。うん。なんかこじんまりするかな。これ固まるんかな、これ。ひっくり返せるんかね、これ。それがちょっと怖い。ね。あ、いい匂いした。いい匂いした。醤油も。あ、本当。あ、なんかっぽいぞ。はい、せーの。まあ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 、はい、あ、ぽいぽいぽい、はい、できました。どんべーのお好み焼き、めちゃいけない。うん、おいしい。おいしい。うん、これうどん感は残っとる。かけなくていいよ。あ、本当？聞いとる。うん、うどん感あるのこれ。うどんはあんま感じなかった。味っこだったからかな。お好み焼きだって言ったらお好み焼きって感じ。お好み焼き。これ？うん。本当。いただきます。美味しくない？え？うま。ね、うま。あ、でもちゃんとどん兵衛だ。あ、いらない確かにこれは。うまっ。マジか、強いなこれ、ね、予想以上にこれリピートあるかも、うん、別に、うん、なんかそのどうしてもあのね、どん兵衛あの締めで食べるみたいな、うん、あるけど、これなんかみんなで食べるよ、これつまみで、ね、一品作って、うん、家では作らんかもしれない。家ではやらんね、そこまでではない。え、美味しい。ね、美味しい。成功ですか？あ、成功ですね。やったー。あ、揚げうまい。え、揚げ出てきた。でも味普通にうまいこれ。まあ、どんべーだから。え、やば。え、これ最近なの？昔からあるのかね。これ？わかんない。誰のインスタだったかな？誰かのインスタ見た。美味しい、たまらない。これちょっと俺パンチ弱いかもしれない。なんで？これはもうあり。うん、これめちゃくちゃあり。もうちょっと負けフラグ立ったこれ。はい、私はまずこのセブンイレブンの担々麺。これも初めてだけど。これにシンプル。はい、こちらもセブンイレブンの。プレミアムゴールドシリーズ金の豚角煮、これだけでうまそうだけど食べたことないんですけど、これも SNS で見たんですけど、この担々麺にこれを単純に入れると、それだけです。金の豚角煮は湯煎だと6分30秒。はい、6分30秒。じゃあ6分半経ったんで、熱いかな、熱くないかな、熱くない、大丈夫や。はい、じゃあよし、沸きました。はい、これをまず一旦混ぜましょう。はい、あ、めっちゃいい匂いしてる。これちょっとこのまま食べてみようか、まず。なんかあれ、汁なし担々麺みたいな。あ、本当に汁なし担々麺だったのこれ。
うん、美味しい、普通にうまい。え、ちょっと辛い、これ、これをね、入れてみます。おお、いっぱい入っとったな。で、ネギを散らす。ネギ、あ、めちゃくちゃいいね。完成。完成。セブンイレブンコラボ。担々麺と豚角煮。ちょっとまず角煮ね。いきましょうか。そっちの方が好き。トロトロ。角煮めちゃくちゃトロトロ。いただきます。角煮うまっ。うん、あ、なんかあれっぽい、ルーローハンみたいな感じ。あ、変わる変わる、なんかちょっと東南アジア感出る。なんかなんか分からんけど、ちょっと食べてみて。あ、確認になんかそういうの入ってるのかも、ね、そうあの香辛料あれ入っとるかもしれない。そのなんていうの、八角、うんうん、で確認食べていい、うんうん、あ、これうまいわ。え、てかむしろちょっと辛さがマイルドになって食べやすくなる。だいぶ確認うまいよね、うん、まず。とろとろ。それはね、高いもん。ノーコメントで二口目。どういうことこれ。どうなんだろう。どっちなんだろう。うん、おいしいよ。おいしいよね。え、でも違うよね、さっきの。うん、担々麺と。うん、え、わかるかな、ルーローハンか。ルーローハンはちょっとわからなかった。あんま感じなかった。勝ち誇っとんの、顔が勝ち誇っとんの。これならみたいな。でも調理ないからね、これ。調理ないけどちょっと時間かかっとるよね。私の方が調理工程さ多かったけどさ、まあその家でやるならめっちゃ早い、これ1分だから、まあ、1分だか3分だか5分以内でいける。これ同時調理でお湯沸かします、電子レンジでこれてます。まあでもね、これはね、でも自分たちが思ってるのと世間が思ってるのは違うかもしれないけど、結構腹減っとったの。あ、でも相性いいよね、めっちゃ塩辛いけど。味濃いもの同士やから濃い。相当今日はもう背徳感めちゃくちゃ感じたいと思う。もうカロリーお化け食べたいみたいな時に、これ以外はもう何も食べないって腹に決めて、だったらいいかも。ちょっと弱めな。一応プレゼンしないと。待って、圧倒的に俺負けたら嫌だし。分かんないよ、意外と。まあね。だ、結構バズって楽しいから、これ TikTok か。初めて。SNS かなんかで、ね、分かんないけど。うん、で見て、あ、もうこれにしようと、簡単し。キャンプ場の近くにセブンイレブンあったらもうすぐできるから。やべえ、椅子がビチャビチャになってる。君起きるかちゃんと。スリーコインズの炭を起こす、初めてや、朝炭を起こす。はい、
なってんじゃん。気づかない、知らんうちに。はい、おお。それ何ですよ。まあ混ぜとる。あ、これ。うん。チェンバリンチャンネル。Thank you.